私にもタケノコくださいポンジュースさんでーす、はい、お姉ちゃんマジキモいとオタクな私をディスりまくっていた妹が乙女ゲームにハマりました。携帯アプリの課金制の乙女ゲーをしているのですが、ああ、ちなみに安いやつ、1ヶ月の課金量が3万円を超え、母にマジギリされていました。ざまあ。対戦は脱課金税できましたか？ぜひ課金という呪いの呪縛から妹を解き放ってやってください。対戦、対戦ん、先月課金の総額いくらでしたか？え、ちゃんこいくらだったっけ？1万。1万いかないぐらい。いかないぐらい。うん、私も同じぐらいかな。え、大きい声で。え、1万ぐらいかな。ぐらいをちょっともうちょっと怖い。いや、でも、ほんと、3000円の11連ガチャと、完全にミリオンアート。11連ガチャと、あと何やったっけ？あれ、でもやったでしょ？ 11 連ガチャやったよね。あと、まあ、うん、まあ、こまごまとした。全部足したらいくらになりますか？レアガチャが引いた。いくらになりますか？から、いや、でも本当に、1万2、3000円。おぉ、それぐらいかな。でも最近全然、あと今日ちょっとダウンロードしないとなって思ってた。そう、さっきね、今から、あいつ、カード買いに行かなきゃって言ってね、言ってました。でも、ほら、クレジットカードでお支払いをするともう本当に際限なく使っちゃうから、うん、私は iTunes カードを購入してやってますから。うん、はい、それ何の自慢にもなりませんから。私は iTunes カードで買った分しか、やってん、本当ね、カードに物を言わせてますけど。いや、私もカード登録してありますけど、一回も課金したことないですから。さくらさんは、無課金のくせに、S レアの、かぐやのカード持ってて。いや、なんか超ムカついて、私すげえ課金してんのに、なんか、持ってないんだし、その S レア。なのに持ってて、で、その使ってるのを見たから、えと思って急いで、さくらさんに、ねなんであれ持ってんのって聞いたら、あ、なんかもらった、そう、障害復旧の手当みたいなので、ガチャチケットをもらって。あれで出ました、みたいな。なんか、ポカーンみたいな。え、あれすごいんですかみたいな。あれ強いんですか、なんか光ってます、金色に、みたいな。もうね。パイセン泣いてましたね、メールで。そうね。メールでもこの超泣き顔。めっちゃ泣いてる顔文字がめっちゃ送られてきて。泣き顔。羨ましい。泣き。いっぱい買ったのに泣き。いっぱい課金してる私は。当たらない泣き。夜中に泣いてるマークの顔文字。そう。いっぱい。真夜中にめっちゃ送られてきて。パイセンがめっちゃ泣いてる。超、あん時やっぱし超泣いてた。私、ないだって目から味噌汁だって決まったメールで。ちょうどアサリの味噌汁飲んだから、なんか全部こう、飲んでそのままこっちに出ちゃいそうと思って。最近夜中に味噌汁飲みながらゲームするんだから。ちょっと、なんですか今。いやもう飲んでても全部そのまま出ちゃいそう。もったいないと思って。お年寄りでもそんなことしませんよ。もう超ショックだったの。だから、ちょっとね。だから無欲な方がいいんじゃないですか逆に。うん。無欲か。うん、ですよ。欲しい。何でも欲しい。カードも彼氏も何でも欲しい。この世の全ての欲しい。この世の全てが欲しい。ああ、ひどい。ということで、たくさんのお便りありがとうございます。